日本郵便は年賀状などの販売ノルマを達成できない郵便局員が自腹で買い取る自爆営業が今も続いていると明らかにしました。完全なくなってますともあのあの言える状況ではないんですが枚数単位でですねあの割り当てるようなことは、えー、しないようにという指示はしてるんですけれどもまあそれがあのどっかで守られてない。 保険の販売不正や職員が自腹を切る自爆営業問題を受けて、日本郵便は過剰なノルマがプレッシャーになっているとして、去年ノルマの廃止を打ち出していました。しかし、日本郵便の絹川社長は、自爆営業が今も一部の現場で続いていることを明らかにしました。理由については、拠点数が多く、指示が現場に徹底しないと説明しています。